はい、では湯船さんのステージです。どうぞ。はい、どうぞてな感じでね、私のステージになりました。皆さん本日はよろしくお願いします。イエーイ。はい、一人ですけどね頑張り湯船ちゃんって、ティーちゃんありがとう。すごい自信感。そうですね、私自信だけは誰にも負けないと思います。さっきね、イブさんがクリグリーンティーっておっしゃってましたけど、私ね、この前無印良品行ったらね、あれなんですよ、クリグリーンティーじゃなくて桃グリーンティーになってましたね。やっぱ人気なかったのかなやっぱに人気なかったのかななんて思っちゃいましたけど、でもその横にちゃっかりクリグリーンティー置いてあったんでね、どうなんでしょうね、人気あるのかな。何歌おうかな。冬の歌か。なんか今ね、コード見てるんですけど、コード難しそうなんだよね。無理かなこれ。無理かな無理なんじゃねと思い始めました。もういけっかな。やめちゃん、むぎちゃん開けてくれてありがとう。みんなね、応援しに来てくれてめちゃくちゃ嬉しいです。去年の冬にね、すごいたくさん歌ってた牧原むりゆきさんの冬が始まるようなんですけど、歌ってみるいけっかなー、マジで。いけなさそう、とても。ぐだりそう。ぐだっても許して。まあ、一曲目なんでね、ゆるっと歌っていきましょうか。8月。いけるかな？え、いけっかな？冬が始まるよ、ほらまた僕のそばで、すごく嬉しそうにビールを飲む。いけそうですね。ちょっとやってみます。これね、2番歌えたかな。まあ、牧原のりゆきさんだったらね、みんな知ってる人も多いと思うんで。冬が始まる。あー、音出たー、落っことしちゃったー、ごめんなさい。よしよしよしよ。釣り、釣り釣り釣り。そんな感じでね、やっていきたいと思います。いけますように、星に願いを。応援してるってありがとう。いくよ。8月の君の誕生日、半袖と長袖のシャツをプレゼントしたのは、今年の冬もそれからもずっと僕らが一緒に過ごせるため髪をほどいてみたり、突然泣き出したり、ふわくするような驚きを抱えながら、冬が始まるよ、ほらまた僕のそばで、すごく嬉しそうにビールを飲む、顔かいね、たくさんの君を知ってるつもりだけど、これからも僕を油断させないで。てな感じで冬が始まるようでした。イエーイ。今日ね、いつもの配信ではね、BGM 流しながらやってるんですけど、なんかちょっと BGM するよ、なんか余裕なくて申し訳ないっす。どうもどうも。牧原のりゆきさん、みんな好きですか？ちょっとね、今ね、捕まっちゃってますけども、ピーポーですけども。でも曲はね、すごい素敵ですよね。なんかね、なんかふと聴きたくなる感じする。はい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 。あと冬の曲なんだろうな。バックナンバーとか皆さん聞きます？バックナンバー。バックナンバーね、冬の曲多いよね。ヒロインとか、冬が綺麗と、冬じゃない、雪が綺麗と笑うのは君がいい。あとなんだろう。
あれもクリスマスソングとかもね、冬の歌ですよね、がっつり。どっちがいいかな？どっちがいいとかあります？あ、パチパチありがとうございます。皆さんね、私、サブ端末でコメント全部見えてるんで、よかったらたくさんコメントしてってください。お願いします。みんなのコメント見ながらやってます。何がいいかな？ヒロイン行きましょうか？せっかくだし。なんかね、時間詰め詰めで申し訳ないんですけどね。もう私喋り出したらきっと止まんないんで、30分じゃね、収まらなくなっちゃいそうなんで怖いんで。あ、ポータクパチパチありがとう。耳に来てくれたんだ。ありがとうね。5分まで ?8 分までか。じゃあ、あと、ちょうど、20分くらいか。まあまあいけそうですね。あー、小麦ちゃん、ティーちゃん、パチパチ、ありがとう。レッチー、全部見えてるよ。君たちの言葉、全部、見えてるから、あ、一応エフェクトかけます。見えてるからなー、みたいなね。学びました。配信者やってますと、どうも。最近ね、すごいね、配信頑張ってるんですよ。別のアプリで。その宣伝も最後の方にしたいなぁと思ってるんでね、ここにいる13名の方々はちょっと最後までいてほしいなぁなんて思ってますけど、バックナンバーさんでヒロイン歌いましょうかね。じゃあね、これね、広瀬すずちゃんの、広瀬すずちゃんのドラマの主題歌だよね、確か。有馬さん、パチパチ、ありがとうございます。どうもどうも。見てますよ。だよね、なんか、違うっけ？これじゃないっけ？あ、忘れちゃった。なんか、あ、違うわ。広瀬すずちゃんのドラマじゃなくて、あれだ。なんか、スキーの広告？何でしたっけ？ JR スキーだっけ？毎年可愛い女の子と、ね、可愛い、かっこいい男の子がね、これから売れるだろうっていう男の子と女の子がね、イチャつく CM がありますけどもね、今年は誰になるんでしょうか。ね、そこの、曲だった気がしますね、ヒロインね。懐かしいな、何年前だろう、2、3年前なのかな、これね。CM 毎年楽しみなんですよね。ちょっと低いから上げ目で歌おうかな。君の毎日に雪が綺麗と笑うの。いきます。いきます。ただ怯えているんだ。
んな小説や音楽だってそのヒロインに重ねてしまうのは君だよ。行ってみたい遠い場所で見たい夜空も隣に描くのはいつでも。白い雪が降ったとき君は誰に会いたくなるんだろう。雪が綺麗だねって誰に言いたくなるんだろう。僕はやっぱり僕は雪が綺麗と笑うのは君が寒いねって嬉しそうなのも転びそうになって掴んだ手のその先でありがとうって楽しそうなのも全部君がいい。ヒロインでした。聞いてくださってありがとうございます。イエーイ。なんかいつもさ、配信 BGM 流してるからね。なんか、歌い終わった後、ううってなっちゃう。どうしてたっけいつもってなっちゃう。そうだ。オリジナル歌おうと思ってたんですけど、実は、ちょっと一瞬フレームアウトしますね。そう、オリジナル作ったんですよね。作ったのよ。どっかで歌ったかな？忘れちゃったんだけど、一瞬フレームアウトしますね。よいしょよいしょ。そうなんですよ。一曲は歌おうと思ってたんですけど、もう一曲新しく作った方の曲も歌おうかなーなんて今思いました。今決めました。よいしょ。よいしょよいしょ。みんなパチパチありがとう。あれこれ一個前のパチパチだっけ？まあいいや。なんでもいいや。じゃあね、どうしよっかなー。よいしょ。じゃあこれ歌いまーす。よいしょよいしょ。皆さんよかったらね、どんどんコメントしててね、全部見えてるんで。みんなのことはもう全部わかってるんでね。はい、ちょっと気持ち悪いセリフを挟んだ時に。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。皆さん今日は？今日のご予定は？日曜日ですけど。明日お仕事、学校ある人の方がね、多いと思いますけど、皆さんいつもお疲れ様です。どうもどうも。よいしょよいしょ。私の今日の予定は普通にいつも通り配信と、食べて寝ることなんですけど。クソほど予定ないんですよ。もう困っちゃったな、本当に。なんでこんな予定ないんだろう。友達はいるんですけどね、少し。少し友達はいるんですけどね、ちょっとね。でね、接客。せっかくね、牧原のりゆきさんの冬が始まるよと、バックナンバーさんのヒロイン歌ったんで、なんか冬の歌ないかなと思って、で、せっかくだしオリジナル歌いたいなぁとも思ったんで、私のオリジナルで飛び出せセブンティーンという曲を歌おうかなと思ってます。なんかどっかで歌ったような気もするけど、まあいいや、もう一回歌いますね。これはね、なんだろう、想像、妄想の中の歌なんですけど、ちょっと冬っぽい。ちょっと冬っぽいかな。ラッキーくらいに作った曲なんですけど、セーターとかも出てくるんでね。よかったら聞いてあげてください。ちょっと冬っぽい曲です。いいのさ、学ラ
けばパパパパ私とんでくくくくくくどんぐりの木の下で言うあくびをする君に会いに行くのさパパパパパパからしだろろろろろでも今先なだけた顔と同じの濡れそうだおしわっとさせるさですけど大丈夫ですか石黒さんめちゃくちゃオフラインですけどもしもしあれ聞こえてますこれ石黒さん石黒さんえこれ聞こえてる大丈夫そうですかえめっちゃ聞こえてなかったでしょ今石黒さんちょっとめっちゃいい感じで最後終わったのにちょっとじゃあさラッサビから行きますか大丈夫ですか聞こえてなかったでしょ絶対ちょっと、え、オフラインなんでなんでオフラインになってますえ、なんで私だけ私だけ聞こえてるこれ。聞こえてます聞こえてるかどうかよかったら教えてください。え、絶対聞こえてなかったでしょええー、大丈夫ですよ。ならよかった。ラスト聞こえてなかった。もう、石黒さんもう。風吹けば、パパパパ、背中押されて、てててて、私は大きい背中に一発猫パンチ食らわすのさ。ドッ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 としたのでてんてんてんて言われたから分かって言って横から押して手を振って握ったのさあたしのオリジナルで飛び出せセブンティーンでしたあ、収録は切れてない了解しましたじゃあね、なんかね、もしね、なんか繋げて聞きたいなって人がいたら、YouTube のプレミアム公開から聞いてあげてください。お願いします。はい、ってな感じで最後の曲行きましょうか。さっきね、告知もした通り、最後はね、音源で歌わせていただきたいなと思ってます。なぜね、いつも弾き語りで、ポロンポロンやってる私が、なんでこんなことをしてるのかっていうとですね、私の最終目標って、ボカロイドプロデューサーになることなんですよ。ボカロイドプロデューサーっていうのは、略してボカロ P って呼ばれてるもんなんですけど、なんて言ったらいいんだろう。ボカロの曲を作ってる人です。もう、そのまんま。そのまま僕らの曲を作ったりとか、あとそれをセルフカバーしたりとかっていうね、パソコンの音楽っていうのかな？DTM とかそっちの方に行きたいなと思ってるんです。で、その前段階としてずっと弾き語りやってたんですけど、最近ね、ようやく機材揃ってきてパソコンつないで、で、そこから音源流してみたいな感じで、歌ってみた配信をしてるんです。で、どこで配信してるのかっていうと、ちょっと宣伝になっちゃうんで、はい。
宣伝です。今からするのは宣伝なんでよろしくお願いします。宣伝が嫌だなって人はね、ちょっとね、ここの場でちょっと耳を塞いでいただいて、宣伝します。最近ね、私を布教してってアプリでね、お世話になっております。私を布教してってアプリでですね、歌ってみた配信をしてるんですね。で、その歌ってみた配信っていうのはどんな感じなのかなっていうのも今からね、音源使って歌って紹介したいなと思ってるんですけど、なんでそんなやってるかっていうと、事務所ライバーなんですよ。事務所に所属しながらライブをしてます。で、まあ、事務所ライバーってのことで、YouTube にね、私が、なんか、声優みたいな感じをやってる、なんか、広告？私を布教しての広告とかも出てたりして、結構そっちの方で活動頑張ってるんですけど、今度ね、26日から、怪力ベアさんっていうボカロプロデューサーの方にオリジナル楽曲を提供してもらえるチャンスがあるよっていう企画にね、4日間参戦するんで、ぜひね、皆さん、応援しに来ていただきたいなと思って今から宣伝しております。で、どうやったら応援できるのかっていうと、基本的には課金になっちゃうんで、お金に余裕のある方はお願いしますって感じなんですけど、枠にね、枠っていうのは配信に1分以上滞在すると押せるうさぎちゃんマークみたいなのがあるんですね。それが、ポイントに換算されるんです。1人50ポイント。それが結構大きくて、できるだけたくさんの人にね、その布教ポイントっていうのを押していただきたいなと思って、この場をお借りして、宣伝させていただきます。弾き語りとはね、全然雰囲気違って、わーって盛り上がる感じでライブしてるのでね、そっちはそっちで楽しめると思うんで、結構ね、そういう雰囲気が好きな方とか、私の歌を持ってもっと聞きたいなーって思ってくださってる方はよかったらね、私を布教してってアプリ入れてくださるとめちゃくちゃ助かります。私を布教してってアプリ入れてくださったらね、この後私6時から配信するので、よかったらね、6時から配信した時にツイッターフォローしていただいていれば、ツイッターの方からね、飛べるので、ぜひぜひ聞きに来てあげてくださいってなわけでね、どんな感じで歌ってるのかっていうのを実際にね、今から音源で歌っていきたいと思ってます。曲はね、もちろんその楽曲提供してくださる怪力ベアさんっていう方の曲で、ルマーっていう曲を歌います。で、このルマーっていう曲のね、中にね、ワオーンっていうところがあるんでね、よかったら皆さんワオーンって言ってくれたら嬉しいです。私がワオーンって言ったら、コメント欄でワオーンって言ってくれたらね、めちゃくちゃ喜ぶんで、ふーって喜ぶんでね、もしね、よかったらワオンしてあげてくださいってな感じで、いきまーす。3、2、1、ゴー。15人、16人も聞いてくださってありがとうございます。いつもね、画面こんな感じで映ってないんですけど、よかったら聞いてあげてください。待ってな、人生も。詳細な回答もございません。有害な評論も見過ぎた道場も聞きたくはないな。そうかな表彰も平凡な的もございません。あてな将来も傲慢な返せも見たくはないな。はいはい、おつむいちっちゃってやーやーやー、くらくらりさまよってツイートしなっちゃってわーわーわーなって、心は満たされない。愛をちょうだい感情で証明たくたく声からせ、全然わかんない。バーテンドライク精神と化粧だったこと踊り前、正解なんてバイバイ化粧だった。ございません。後悔な人生も撤退の里も見てくはないな。毎回つまずいちゃってキャンキャンキャン、フラフラリ価値観で生徒なくなっちゃってわーわーわーなって、出口も見当たらない。愛をちょうだい感情に正面立たせ声からせ、何千止まない。バーテはライド精神臓化粧真っ赤っかか踊り前、ワンオンできましたか。あともう一回ワンオンあるんでね、みんなどの辺にワンオン来るのかなんて楽しみにしながら待っててください。ワンオン、ありがとうボタクティッキュー。
ょうだい感情にしゃべたたたた歌え全然すまないガツラ抜き通せ心境絶頂赤くかかわいやかね正解の出会い見に一緒だったたんだんだ感情にしゃべたたた声からせ全然わかんないバッテンコライトブース心臓化粧だったたた踊り前正解のデバイブ推奨だったたたた正解のデザイナー推奨だったたたぜひぜひ頑張っていきたいと思っていますのでよかったら私を布教しててアプリ入れて私の配信来てくれたら嬉しいですよろしくお願いしますってな感じで私のステージ終わりですありがとうございましたじゃんこんな感じでいかがですか石黒さんお帰りなさいませはい、はい、どうもはいお疲れ様でしたはいお疲れ様ですどうもはいなんか、ま、めっちゃ盛り上がってましたねどうもどうも。もっとね、すごいんですよ。うん。もっとすごいんですよ。何もっとすごいって。なんかもう、コメントの嵐みたいな。うん、ね。そういう感じなんで。ねここにいるパッポくんとポッタくんはいつも来てくれてる人で。ユブネピーそう、ユブネピーになりたいんです。待っててね、みんな。そんな感じです。はい。なんかこのテンションのままさっきから登場してる感じなんですね。どういうことですか？そのテンションで。どういうことですか？私寝起きからこのテンションです。え、そうなの？うん。そうですよ。すごいな。すごいな、それはそれで。逆に違うと思ってたんですか？ん？だって私起きて15分とかでこういう配信してますよ。あ、そうなんですね。すごいな。はい、なんかね、うん、なんかすごいなとしか声が出てこないですけど、はい、皆さんもコメントで。ありがとうございましたはいそうですねこっちの感じで活動していきたいなと思ってるんでよかったら応援お願いしますはい、はいコメントもたくさんいただいて左右ずっと飲むやんそう左右ね、うん、左右飲んでるよねえ何入ってんそれ左右ですお湯左右左右うんお湯お湯お湯最近何飲んでるかなと思ったら最近左右飲んでるんですよなんでかっていうと、うん、ずっとね、お茶飲んでたんですけど、歌う人には、お茶あんま良くないって言われて、うん、そうなんですよ。なんか、流しちゃうみたいな。うろよ、うろよ。うん。部分とかね。流しちゃうから良くないから、水の方がいいよって言われて、はい、で、普通に、買った水飲んでて、その時は良かったんですけど、はい、普通になんか買うのめんどくさくなって、水道水飲んでたらダメになっちゃって。ダメ？ダメなんですよ。歌ってると。水道水じゃん。塩素が入ってるから。もう、うまく歌えなくなっちゃったんで、でも、買いに行くのはめんどくさいから、じゃあ、一回沸騰した水ならいいんじゃないかと思って、一回沸騰させて、左右冷まして飲んでるんですけど、そうしたら全然。調子いい感じで。バッチグーになって。バッチグー。あ、結構デリケートなんですね。そうなんですよ。意外とね、そうそう、たくさん歌おうってなるとね。意外と。そう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 。うん、意外とね意外とね、はい、そう最近ね毎日2時間以上配信してるんで2時間以上歌っててそれはすごいねしゃべり続けてるだけでも結構ね1枠2時間なんですよそっちのアプリは、うん、そうそっちのアプリは1枠2時間で切れるんですけど、うん、ツイキャスは30分じゃないですかそっちは2時間 で1枠だけじゃなくて2枠3枠やったりもするんで、うんってなるとね、喉の消費すごいんで、結構飲み物とかもね、気をつけなきゃいけない、ね。カラッカラになるよね。僕もなんかこんな感じで、ずっと喋ってるわけじゃないんだけども、1日で2本とかね、あるとね、結構ガラガラになりますよね。ですよね。結構大変ですよね、喋ってる方も、ね。そう。そうなんだ。なるほどね。何度ぐらいなんですか？それ、やっぱ38度ぐらいなんですか？あ、でも本当にそれぐらいなんじゃないですかね。あ、本当に？うん、ネタじゃなくて分かったことないけど、うん、そう体温計入れてみますかじゃあいやもうちょっとぬるいかもぬるいんだうん、うん、風呂のお湯よりはちょっとぬるい感じしますけどなんかいろいろ試したんですかその買ってきた水を温めたりいや買ってきた水は別に温めたことないですよ、うん、温めたことないんだなんかだってなんか良さそうじゃないですか良さそうっていうか買った水飲んでなんかちょっと喉ダメだったら嫌です、まあ、結構ね軟水がいいですよねやっぱりねなんだかんだ言って海外の水が硬水でしたっけボルビックとかね硬水なんで、うんうんうん、ああなるほど
まあ、ミネラル入ってるので体にはねいいんですけど、うんうん、喉にはちょっと硬すぎるんで、日本のミネラルウォーター、例えば、例えばあれなんだっけ、あのコカ・コーラのやつね、うんうんうん、とか普通に、日本の、そうそう、日本のミネラルウォーターっていうか、その、なんだっけ、ちょっとド忘れしました商品名あれなんですけど、イロハスとかね、あ、そうそう、イロハスとかはコカ・コーラの工場でコカ・コーラが作る水を使ってそのまま作ってるみたいなところがあって、あ、そうなんだ、コカ・コーラなんだ、イロハス、へー、知らなかった。そうそう、全国のコカ・コーラの、札幌とか、札幌だったら札幌の水使ってたり、全国各地の水使ってるので、基本的に日本の水は軟水なので、それをパッケージしたので意外と喉に意味って、あと海外のやつだとクリスタルガイザーとかは割といいっていうね、うん、それはもうシンガーさんが、そう、ウィビアンとかコントレックスとか、あの、あれは結構喉がもうガビガビになるっていうかね、シンガーさんはよく言ってましたね、だから軟水がいい、まあ、日本の人なので日本の普通の水が一番いい。ただ水道水はさっき言ったように塩素水とか入ったりしてて、まあ、若干喉には良くないかもしれませんね。あのシャワー入った後にヒリヒリするとかあるじゃないですか、ない、肌の敏感な人とか、それはまあ塩素の、あのせいだっていうふうに言われてるので、そう、殺すのでね、塩素は。だから水道水もね、微量に塩素が入ってるんで、それがもしかしたら良くないのかもしれないし、そうですね、ただ沸騰、あの沸騰するとね飛ぶので、塩素がですよね、うん、そうそう、沸騰させて飲んでるから大丈夫、そう、まあ菌が入ってたりしてもね、菌が殺すしね、うん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 、なるほど、すごいリーズナブルだし、あの簡単にできるし、いいですね、素晴らしい、これはもうね、シンガーさんにもいろんな、今見ているシンガーさんもね、いろいろと真似していただけたらいいんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、あ、真似される側なんですね、私がね。そうですよ、だってもう皆さんのね、こう模範となるべく活動されている素晴らしいアーティストさんですからね、うん、あ、どうもどうも、ありがとうございます、はい、南アルプス天然水はウイスキーの、なんていうもんだこれ、白水っていうの、は、これは僕読んだことないな、飲んだこともないし、そうなんだ、でも南アルプスの天然水もね、うん、そうですよね、そうなんだ、だからいろんな工場がね、イロハスかそっちかって二択で、その、ね、うん、その水を使ってるから美味しいっていうね、うんうん、そういうことなのかな、うん、ね、はい、そうですね、 T さん何、油ですねって何、あの油、のどのね、油が流れちゃうからお茶はダメですねっていう話、そう、ウーロン茶が一番流すんですよ、中華とか食べるときってウーロン茶とか飲むじゃないですか、うんうんうん、あれはね、油っこいのをの流してくれるっていうね、なるほど、そういう仕組みになってるらしいですよ、まあ、そこら辺はね、喉にいい水とかお茶とかっていう話はね、結構いろんな人から聞くので、うんうんうん、なるほど、はい、ということでね、なんかそういう深いことも考えられてるんですね、ゆぶねさんね、そこまでじゃないじゃないですか、なんとなく気になったことをね、なんか正してるだけで、いや、この、はい、この時間ワークショップなんでね、そういうちょっとしたことも掘り下げて、はい、皆さんにね、なるほど、あの、大事ですね、じゃあ、ティーちゃん呼びましょう、そろそろ、そろそろね、花のティーちゃんを呼びましょう、花の花、うん、え、じゃあ私女の子だけどなんかちょっと映えないからさ、団子、あ、違う、私女の子だけど映えないじゃないですか、なんで、だからね、ここで可愛らしい女の子を統合することでね、ね、え、ゆぶねさんだって会話が華やかになるんで、ゆぶねさんのこと知らない人は、え、ひーちゃん呼びましょう、イエイ、可愛いかもしれないですからね、よいしょ、はい、呼んでますよ、もう、あ、もう呼んでる、もう呼んでますよ、焦んないで慌てずに